はい、琉球もちっこバナナ収穫後4日目こんな感じです。2日後はまだ緑が多くて一房ぐらい黄色くなってるものがありましたけど、わずか2日でこれだけ黄色くなったのは初めてかもしれません。まあ、しっかり樹上で発育させていることと、こちらの気温も相当高いことが影響かなと思います。このペースでいくとあと2日3日ぐらいで食べ頃になると思います。琉球もちっこバナナ収穫後4日目の状態でした。